マイナス28スマイナス28はスマイナス25の発展型の一つである。工場名称は T8UT、スマイナス 25UT とも呼称される。1980年代に運用されていた練習機である L-29 と L-39 は操縦性と水力重量比の面において当時練習機に必要とされた要件を満たしていなかった。 そのためス方位は、スマイナス 25UT の略称で、教育訓練の意味と呼ばれる練習機型を提案した。最初の試作機は T8UB1 から改造されて1987年6月に一度完成し、その後若干の修正を経て1987年7月末に完成。1987年8月にスマイナス 25UT として初飛行を行い、 ボルゴグラード市のスポーツイベントに参加し3位となった。その後名称はスマイナス28に解消され、2年にわたり後半なテストを行い結果のフィードバックが行われた。そして改良を行った機体には新たにスマイナス 28M が与えられた。スマイナス 28M は1989年6月に開催されたパリ航空ショーに 他のスマイナス25の派生機と共に展示された。しかし、1990年代には、金融危機が要因となり、プロジェクトは凍結された。しかし、スマイナス28開発で得たノウハウは、スマイナス 25U テグ環状練習機の開発に役立てられた。スマイナス 25UB がベースとなっているが、武装や関連するアビオニクス、防弾のための装甲をすべて外しており、 燃料タンクの防弾ゴム被膜処理も省かれている。機体のバランスを保つためクリオン、PS 標準システムのあった機種には、同じ重量のバラストが装備されている。これにより重量はス、スマイナス 25UB と比較して 2000kg 減少し、水力重量比が向上している。パイロンは4つあり800リットルの増装が装備、可能である。それ以外はス、スマイナス25と同じであり、 高い信頼性とメンテナンス性を維持しながら、未舗装の滑走路で運用可能である。出店、エアウォー、RU 所現性能。ありがとうございます。